地球の愛する友人たちよ。人生は無限であり、銀河中の星々の表情は多様でありながら、存在の派閥においては類似しています。すべての魂は外の世界で楽な生活を望んでいますが、すべての魂が精神が集合的であることを理解し、知恵を獲得しているわけではありません。このコミュニケーションでは、内なる力を完全に理解している種族を明らかにします。彼らの人生は継続的な瞑想とみなされているため、彼らの瞬間は平和に満ちています。地球上の現実では、毎日の生活に瞑想を取り入れることが非常に重要です。これにより、人格と訪問する魂の整合が可能になります。多くの人にとって非常に困難な夢の最後の瞬間に、瞑想はあなたの心を落ち着かせ、知恵が真実と幸福の道を歩み続けるようにあなたを導きます。 UCI と呼ばれる星に、故郷を見つけるウィと呼ばれるこの美しい種族を探検してみましょう。この壮麗な場所は天の川のすぐ外側にあります。数十億年前、ソースエネルギーは魂に命を吹き込み、ソース自体が愛に拡大するにつれて、魂は生来の精神とつながることを学びました。想像された瞬間に言葉はなく、彼らは完全であると感じ、この周波数にとどまりました。彼らは全ての生命との一体感を感じ、周囲の人々を愛しました。このため、彼らの周波数は高いままで、彼らは人生があらゆる面で優しく、需要があり、素晴らしいものであることを発見しました。これらの魂は、瞑想してソースと交流したいという自然な呼びかけと欲求を感じています。平和の教義以外に、教義はありません。彼らは創造主の一部であるという生来の真実があります。地球がこの瞬間にこれを集合的に体験できるとしたら、ちょっと想像してみてください。ウィは身長4フィートで旅を始めました。幾多の生涯を経て、彼らは今や身長6フィートにまで成長しています。ほとんどの男性と女性は同じ大きさです。彼らの肌は淡い黄色で、髪は黒です。彼らの顔の特徴は人間に似ており、彼らの体は同じ比率です。彼らは衣服を着ていませんが、一体感には罪悪感や恥はありません。彼らは裸でいることを楽しみ、敬意と愛を持って無垢さを保ちます。ウィには多くの子供がおり、寿命は約600年です。彼らは自分の種族に転生し、友人との家族の行事やお祭りを楽しみ続けます。犯罪や憎しみはなく、家はドアや窓のない開放的な空間です。誰もが他人の家に歓迎されていると感じます。動物は健康で穏やかです。動物を食料として消費することはありません。馬、熊、猫、犬が愛するペットとして長生きしています。新鮮な果物や野菜のある大きな庭で食事を楽しみます。小川、川、海には淡水が豊富にあります。半透明の風船に似た乗り物で移動すると、パステルカラーの山々や素敵な家々の周りを高速で移動できます。妖精たちは目に見えないところで訪れ、星の周りに愛の周波数を発します。芸術、音楽、ゲーム、ダンスは UCI での生活の一部です。これらの壮大な魂はこの瞬間に光を循環させません。プレアデス人とアルクトゥルス人は何度も訪れています。ウィは今慣れ親しんでいる生活に満足しています。しかし、これからの瞬間にアップグレードを受ける計画があります。戦争は楽しまれる概念ではないため、彼らは変化する必要性を感じていません。支配者も政府もなく、
これらの魂は真実と平和の中で生きています。各魂が自分自身のように他の人を愛するとき、このように生きることは完全に可能です。毎日より良くなるように努めてください。これはこの瞬間から始まります。この瞬間は完璧です。あなたは光の魂であり、生命そのものの一部です。 UCI の宇が輝きを持ってあなたを迎えます。彼らはあなたを愛を持って迎えるためにやってくる多くの訪問者の一人となるでしょう。その時、宇はアップグレードを受け取ります。あなたは星々の間で遊ぶ無限の友人となるでしょう。エイイケマイエア、私はあなたをとても愛しています。